エズナの位置。エズナは、メキシコ、カンペチェ州北部に所在するマヤ遺跡である。ユカタン半島に自生する、棘のある低木林のシュゲル、エズナ河国にあり、州都のカンペチェから南東 50km に位置する。メキシコの国道180号線と261号線で、行くことができ、遺跡公園として月曜日から、日曜日の午前8時から午後5時まで開園している。 エズナ加国に人が住み始めたのは大変早い時期で、紀元前400年には居住が見られる。先古天気後期に中央グループに大規模な建築活動と構図する推理システム運河網が築かれた。エズナが全盛に達したのは紀元1000年前後で、この時期にすべての建物が使われていた。エズナが放棄されたのは紀元1500年頃である。 古典気候期において、エズナは、カラクムルの支配下にあった。エズナの遺跡名は、ユカテコマヤ語のおそらく、イツアーを暗示する古い単語に由来していると思われる。イツアーとは、カンペチェの南西地方を出自とするチョンタル族やプトゥン、族といった雑多な集団を含む、マヤ人の先祖という説もある。エズナとは、イツアー人たちの家を意味している。別の可能性としては、 小玉の響く家という意味であり、この地域の主な建物の間のいくつかに見られる音が反響する現象に由来するのかもしれない。三つ目の可能性としては、仮面の家という意味であって、この地域の建物の胸飾りに見られる漆喰人頭の仮面に由来するということである。絵図名に見られる構築物には大変優れた技術が見られる。絵図名のある場所は、 年間降水量を1000ミリから1300ミリに達し、この雨は6ヶ月間の雨季に集中して降る。エズナが谷の底にあるために、1年を通じて、最も湿気のある時期ないしは雨季には、いつも洪水に見舞われるために、エズナを築いたマヤ人たちは、水利排水施設のシステムを発展させた。31キロメートルに及ぶ運河と27カ所に及ぶ。 貯水池が粘土質の土地を掘削して作られた。エズナの運河は千古天気候期に築かれた巨大な基壇を造成して古天気候期に建てられた古層の神殿のある中央グループ内市大アクロポリスを中心に放射状に設けられ、中央グループのプラザ自体にもチュルトゥンという貯水施設へ流すための排水口のシステムが発達していたことに加えて、 洪水が起こった時に堤防付きの湧水池へ向かって流れる排水のための運河網が江津ナ河国全体に巡らされた。江津ナの水利システムを使い流される水は700カ所を超える居住マウンドや公共建造物に設けられた貯水槽に貯められるようになっていた。このような水利システムを作るのに延べ400万人、1日200人であれば、 約55年を働かせたくらいの労働力を投入して200万立方メートルを超える多量の動車を掘削させたと考えられている。このような推理システムを作ることができるのは強力な王権を持つ生態など主張国段階を遥かに上回る組織があったことを伺わせる。エズナでは150地点に及ぶ発掘調査が 行われた結果、推理システムの大部分は、紀元前150年に築かれ、古典気候期には縮小しつつ使用されたことが判明した。一方で、高知を潤す灌漑用に用いられた運河も築かれた。江津名の周辺地域は、非常に出順な土地であって、運河があることによって、農業を行う水に困らない意味で、最高の土地になった。さらにその上、 運河はそれに見合うだけの多くの魚を取ることができた。運河には防御的な機能もあり、儀礼を行う空間は運河による掘りに取り巻かれ、結びつけられるようになっていて、カヌーによる輸送などにも都合が良く、交易路としても使われた。絵図名の5層のピラミッド、絵図の中央グループ絵図には、宗教、行政、居住のための多くの建築物があって、206、 平方キロメートルもの範囲に及ぶ。一番重要な建物は中央グループ内主大アクロポリスと呼ばれる場所にあり、五層の階段状の基段を持つ宮殿を兼ねた主神殿がある。この神殿の基段部分は外部からの多くの人々を住まわせることができた。この基段の頂点に建てられているのが神殿本体である。五層の主神殿は基段部分だけで高さ40メートルに達し、 周囲を広い範囲で見渡すことができる。この建物の階段には、マヤ文字の刻まれた段が見られ、おそらく、絵図名の歴史に関係することが刻まれていて、652年に相当する日付が解読できる。さらにプラザには、神々や王たち、そして宗教的、政治的な活動に伴って、重要な儀式が行われたことを示す成功に、 レリーフが施された石碑が建てられている。中央グループの南側には球技場も設けられた。ありがとうございます。